オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。パーソナリティの野瀬雄介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違えやすい文法のポイントなどをわかりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は三輪先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はフランスで車を運転していていいなぁと思うことをお話しします。フランスは日本と比べて信号の数が圧倒的に少ないです。なので信号がついていない横断歩道がたくさんあるのですが、もちろん歩行者が優先です。車は速度を落として横断者に道を譲ります。この時多くのフランス人歩行者がドライバーの方を向いてニコッとしながら軽く手を挙げて渡るのです。大人はもちろん小学生ぐらいの子供たちもしてくれるのですが、その動作が何ともクールで可愛らしくて、子供に道を譲るときはいつもほっこりします。歩行者優先と分かっていても、道を譲ってもらったら相手に感謝の気持ちを表す、いいことですよね。皆さんもフランス滞在中に車に道を譲ってもらったら、ぜひ同じようにお礼をしてみましょう。ちなみに道を譲るという意味のフランス語は、セデルパッサージュ、セデルパッサージュと言います。例えば、私は歩行者に道を譲ったとフランス語で言いたいときは、J'ai cédé le passage au piéton. J'ai cédé le passage au piéton. と言います。Cédé le passage. ぜひ覚えておきましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワがお届けするフランス語レッスンです。今回は異文化コミュニケーションの際に欠かせない国の形容詞の使い分けがテーマで、入門から中級者向けです。そして第2部はアンサンブルで月2回生徒様を対象に無料で開催されているグループレッスンからディクテ強化グループレッスンの魅力についてお話しします。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。ワンポイントフランス語レッスン。皆さんこんにちは。アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーではアンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。さて今回はフランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第3課よりフォンセ、ジャポネなど国の形容詞の使い分けについてお話しします。早速ですが皆さん、彼はフランス人ですという文、フランス語ではどう言いますか？そうですね、動詞 être の現在形を使って、il est français、il est français と言います。では、その人はフランス人ですという文はどうなるでしょうか？その人は男性という設定で、c'est という文型を使ってください。
その通り。C'est un français。C'est un français。と言います。形容詞、français の前に、不定冠詞男性単数形の un を入れるのがポイントですね。さてここでもう一点、形容詞français について、とりわけ書くときに気をつけるポイントがあります。それは何でしょうか？実はフランス人、日本人という意味で、国の形容詞を名詞として用いる場合には、形容詞の頭文字を大文字、en majuscule にする必要があります。ご存知でしたか？彼はフランス人です。Il est français。F は小文字。その人はフランス人です。C'est un français。F は大文字。書くときにはぜひ気をつけてくださいね。いかがでしたか？アンサンブル・アン・フランセの自習用教材、フランス語ビデオ講座の文法解説編第3課では、今回のテーマである国籍、それから出身地の言い方について、さらに詳しく解説されています。第3課は4部構成、48分にわたって、国籍や出身地を尋ねる、質問に答えるための表現や文法規則、そして発音のポイントを学習することができます。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートします。ご興味がある方はぜひ、フランス語ビデオ講座のホームページより、無料視聴をお試しくださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は、番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、今回の第2部では、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセが無料で提供しているディクテ教科グループレッスンについて、私、野瀬祐介がご紹介いたします。まず皆さん、ディクテとは何かご存知でしょうか？英語では、ディクテーションと言い、聞こえてくる音声を一字一句残らず書き取るというエクササイズです。外国語の習得にとても効果があると言われ、仏研ことフランス語検定試験の一次試験において、準2級以上の試験で出題されるため、仏研合格を目指す方にとっては大事なエクササイズです。フランス語の音声を聞いて書き取るという作業は、はじめのうちは刺激的ですが、次第に孤独を感じて飽きてしまうもの。それに、何度やってもいつも同じところで間違えてしまうという場合、どうすればいいか途方に暮れてしまうという方は少なくないはずです。そこでおすすめしたいのが、このディクテ教科グループレッスンです。フランスの大学院で FLU、フランス語教授法の修士号を取得されたアンサンブルのベテラン講師三輪先生、そして同じくフランスの大学院で歴史学を学び、現地で演劇も行っていたという多彩な経験を持つ優子先生が、ディクテ上達のコツを伝授してくださいます。教材はアンサンブルのオリジナルテキストやフランスの歌、アニメやドラマなどの動画まで幅広く扱っています。どんな小さい聞き逃しやスペルミスにも目から鱗な発見があるそうで、参加者の皆さんに大変ご好評いただいています。音声の書き取りを行うことで、リスニング、スペリング、発音、文法、動詞活用など一度に複数のスキルが鍛えられますので、ぜひ一度ご参加ください。さて、
本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。